こんにちは、マダム美智子の華麗なる衣装のお時間でございます。何度も申し上げておりますけれども、華麗なる衣装は財産の譲渡などのお話ではない、まあ、こんな風によく笑う私なんでございますけれども、前回では何ですかね、お話ししているうちに感情というか込み上げてきて、意図していたわけではないんですが、ちょっと声を詰まらせて絶句したりして大変失礼いたしました。その事情というのをちょっとお話しさせていただきますけれども、私は東京生まれで、もうすでに1940年生まれですから、空爆を受けていたわけで、東京から富山の富山県富山市に引っ越しをしました。で、まだ空爆を受ける状況にはありましても、完全な戦争になっていない頃のことだったんですが、曲がりっていうんですね、今で言えば賃貸ですよね。その賃貸の家がかなり大きな、多分、料亭だったのではないかと思いますけれども、その料亭の2階に、私と、まあ、親子で、逃げて逃避生活をしておりました。で、台所が下にあり、私たち住むというか、ね、寝る場所が、上だったわけなんですが、その時に母がこう言ったんですね。ちょっとの間だから弟の面倒をよく見ていてね、とこういうふうに母は言いました。で、私は分かったって言ったんですけれども、私は母が いなくなってから別に弟とこう最初はやってたんですけど、まあ、私にしてみればお腹が空いちゃってるから母がなかなか上がってこないっていう気持ちが強くなって、どうしても壁際に目が行ってしまいます。壁には庭にはもう火の消えた七輪と、それからお餅、親戚から送られてきたお餅があったんですね。そのお餅がどうしても食べたくなっちゃったんです。でも母は弟のお守りをしてね、すぐ上がってくるから絶対にこれは食べちゃいけないのよ、食べちゃいけないってことは焼いちゃいけないのよっていうことですよね。ところがその七輪にそこにあるわけですから、もうどうしても我慢ができなくて、七輪の上に、網ですよね、こう丸い網を乗せて、その上にお餅を乗せたわけです。そうするとよちよちと来た、まあ、ちょうど歩ける、まあ、1歳何ヶ月ぐらいだったかと思いますが、弟がそれをパッと払いのけてセルロイドの洗面器を乗せたんです。なんでこんなねセルロイドの洗面器があるかっていうと、もうおもちゃもない時代、もう物がない時代ですから、父が東京からようやく見つけたのか、それを送ってきてくれたわけです。まあ、どっちの子供にっていう意味じゃなくてね、まあ、それでちょっとお水でも入れて遊びなさいっていうことだったのかもしれません。で、それを乗せたら、なんとすっぽりそれにはまったわけですね。はまったっていうのはお七輪にピタッともうね、合わせたみたいに合ってしまったわけです。スポッとはまってしまったんです。で、それを何回か繰り返してるって、お餅を焼こうと思ったような火でもないんですよ。こう触ってもね、子供でも平気で触れるぐらいの温かさだったんです。だからお餅なんて焼けっこないんです。でもそれを繰り返しているうちに、弟がその七輪に洗面器を置く、その瞬間バーッと火柱が立ったんですね。で、弟は小さいそれをパッと乗せて、そばから今まで離れてたのに置いたまんまそこに手を置いてしまったんですね。そしたらもう離れなくなって、そのまんま火柱に上がって、弟のその顔をですね、舐めるように上がっていたんです。で、私は驚いて母に、お母さんお母さんって、もうそれしか言えないんですよ。っていうのは、結局横にこの、もしもうちょっと大きければパッと弟を払いのけさせて、横にすれば火は燃え上がったかもしれないけど、大きなね火傷にはつながらなかったかと思うんですが、まあ、そんな知恵もあるわけもなく、母は上がってきて、まあ、払いのけて、で、天井が高かったおかげで、まあ、火事になるというようなことはなかったんですけれども、もう大変なね、弟は怪我になってしまいました。で、その時1回、東京から父も駆けつけて、まあ、病院に行ったわけなんですが、私はもうその時から、まあ、弟に対する、まあ、現在っていうんですか、ね、持って生まれた罪みたいなものを背負ったんですが、父と母は
何にも私を責めませんでした。なぜ責めなかったかって今考えてみると、父はなんであの自分がセルロイドのおもちゃを送ってしまったんだろうかと、母はなんでいつも私はね、泣きべその弟をおぶってね、台所の仕事をしなかったんだろうという思いがあったのと、責めても私を責めてもしょうがない、もう幼いんだからっていうことだったと思います。お腹が空くっていう気持ちもよくわかる。そしてたった一言、父が美智子でなくてよかった、もうこの言葉が私を逆に責める。私がもしね、やけど顔半面ですから、顔半面からおでこですねにかけてやけどをしたとしたら、もうお嫁にも行けなくなってしまうというようなね、思いがきっとまあ両親の気持ちの中にはあったんだと思いますね。でそれは本当に私は弟には申し訳ないけど、私自身も良かったなと思うと同時にね、本当にその親の言うことを聞かなかったためにそんなことになってしまったっていうのが、まあ私のね、まあ、罪の一つだなっていうふうに、まあ、背負って、富山にしばらくいる間、そのもちろんそこはね、引っ越しをしなければならないので、次のところに引っ越したんですが、その引っ越したところというのが何て言うんですかね、まあずっと田舎っぽいところでした。最初のところよりもね、ずっと田舎っぽい、まあ、周りには田んぼもありますけど、まあよく隣組っていう言葉がありましてね、お隣さんが一応その回覧板っていうんですよまあこういうことがありますよ、こういう練習がありますよみたいなお知らせするお隣さんも、すぐ隣っていうわけではないんですが、まあそんなことがある。そうすると当然会長さんっていうのがいますよね。で会長さんになるような人はまあ男盛りだったかもしれませんけど、私からするともうおじいさんぐらいに思えるような人が会長さんで、その会長さんが、指令を出して、その回覧板が隣組から回ってきて、今日は、戦争に負けないための訓練をするっていうね、連絡がよく来るわけですよ。もうその頃はちょっとこう B29 が飛んできましてね、毎日毎日ではないけれど、やっぱり東京と同じで空襲警報っていうんです。空襲ね、空から襲われますよ、だから逃げてくださいっていうのは、ほとんどがまあそうですね、大きな建物っていうのはないですから、まあ自分のね、たちが掘ったそこに逃げろっていうわけなんですけど、うちもねちょっと掘ったんですけどね、水が湧いてきちゃってね、もう何の役にも立たないっていうような状況だったんですよ。で何の隣組が揃ってこう、そのおじさんがですね、まあ何つったらいいのかしらね、リーダーですよね、リーダーが並んで私たちに練習するんですよ。何を練習したかっつったら、竹の棒を持ってね、一人一冊、わかります、一人で一人を殺せっていうわけですよ。そして今度はですね、防火水槽ってあるんですよ。お水をためて、なんかコンクリートみたいなのできた中にお水ためておくんですよね。何かあったらそこで、まあ、火事なんかのね、ぼやみたいなのがあったらやるって言うんですけど、それをリレーしてね、こうリレーして、バケツに入れた人がそのバケツ一つを持って最後にポッと投げる。で、私はね、まあそのね、記憶は、年齢的な記憶は4歳半か5歳ぐらいですよね。1940年までで61年に、第二次世界大戦が始まってる時だったわけでしょ。ではまあ5歳ですよね。思わずね、お腹の中でね、笑っちゃいましたよ。何やってんだろこのおっちゃんって。だってですね、空から空襲ですよ。空からボンボン爆撃されてんのに、そっから飛行機から降りてきて、改めて攻めてきて、その攻めてきた人と一人一冊でやるのかよっていくら子供でも思いましたよね。と同時に、防火水槽から一体こんな火事だってバケツ一杯じゃ消えないのにですよ、飛行機が、ね、襲ってきたら水かけよっていうの、何やってんだろうっていうね、まあ本当にね、私は生意気な
小娘かもしれませんし、もうすでにね弟をそんな不幸に合わせてしまってるから、ものすごくこうなんていうんですかね、こう人生って何だろうって思うわけじゃないけど、なんでこんな戦争やってんだろうっていうことだってよく理解できないから、大人たちのやってることがものすごくねバカバカしいことをやってるなと思って暮らしておりました。である日、ある時、ある晩ですね、ある時ってまあちょそれもちゃんとね歴史を調べれば分かりますので、後でこちらに爆撃された日も載せてさせていただきますけれども、でででででーんってこう一回ね、そうそう10時頃に一回そのほら飛行機が来るから空襲警報が鳴ってるからって言って、でもうちなんか逃げるとこないから布団かぶるだけなんですよ。それでみんな一旦ね、そういう時止まるでしょ、で外に出るんですね。あ、大丈夫ね、もう行ってしまったからって言ってもう一回寝ましょうと、まあ、隣組全部がまあ一応ほっとして寝たわけですよね。それから多分2時間後、まあこれはね、まあ、いろいろな資料に載っておりますけれども、まあ、作戦だったようなんですが、ちょうど寝静まった12時頃だから10時頃に1回来てほっとさせて、12時頃いわゆる寝込みを襲うっていうやつですね。そこにダダダダダダダって言って爆音が聞こえてきたんですけど、私子供ですからもう 10時だって眠いわけでしょ、12時ですからねぐっすり寝てたわけですよ。それでバッと飛び起きたら母もいない、兄もいない、誰もいないんで、私もびっくりしちゃって、本当だったら空襲に襲われた時にはこういうね、こうありますよ、たすき掛けで背負うね、バッグをね、背負うのよ、こうそれから兄はリュックを背負うのよって言われてたんですよ。だからそれを背負おうと思ったけど、あまりにも家の揺れも激しいし、もう昼間のように明るいからバーッと裸足で飛び出しちゃったの。そしたらもう家の前が大混乱ね。そして右へ行く人左へ行く人じゃないんですよ、全部そのいつもの私がこのおっさん何言ってんだろうと思ってるおっさんが左へ行け、私から見ると私が飛び出していった反対の左へ行け左へ行けって言うんですね。でそこでぶつかるのは右から来た人も左へ行こうとするから、ご存知でしょうかね、ちょっと映画なんかには第八車っていうのとかリアカーとかに荷物を乗せて逃げてくるもんですから、もうぶつかり合っちゃって家の前でごった返してるわけですよ。でお母さんって言ってお母さんがいたら、お母さんはね、前にお話ししましたけれども、小児麻痺 のお兄ちゃんを上車に乗せて、そして弟をぶって兄といたんですけど、パッと振り返ったらもうほぼね家に戻れるなんていう状態じゃないんですよね、もう火が。だからもう逃げる気はないわけです、もう私も裸足のまんま、兄もリュックサックを背負わないまんま、母だけが何かちょっとね、上車に用意してたような状況でした。でもごった返してごった返してごった返していくのを反対側に行こうと思うから、そのリーダーのおっさんがですね、何やってんだバカ野郎、みんな右に行ってんだから、左へ行ってんだからそっち行け行けって言うわけですよ。そうすると母がね、私はこっちに親戚があるから行くのよこっちへって言うわけですよ。そうするとおじさんがそんなこと言わないで早くその、まあ、上車が引っかかるじゃないですか。でリアカーを捨てろ何を捨てて、もうその人たちもねだん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 こうなってくるから、引こうにも引けないからみんな身一つになりましたね。でそういうものを置いていくわけです。だから上車捨てろって言ったら母がですね、冗談じゃないわよ、この子を捨てて私はね上車に乗せてなきゃいられないんだから、この子を捨ててなんか行かないわよってものすごい勢いで怒鳴りましてね、その勢いでバーッと反対の方に逃げたわけです。そしてその軍団を抜け出してみるとですね、やはりあまりね、あららあんまり興奮して怒っちゃいましたけれども、あまりですね人が歩いてないんですよ、田んぼのあぜ道ですね。そうしますとですね、ちょっと失礼いたします、つけさせていただきますけれども、田んぼのあぜ道を向こうからね布団かぶった人が来るんですよ。ほいでバーッとやってると、もうそのなんていうの、
ちょっと前、何百メートルか分かんないけど、爆弾が撃たれてポッとくと、その人は田んぼに飛び込むわけね。つまり、そのね、爆弾の、まあ、ちょっと直撃弾ではないけど、もうその間をこう抜けて、抜けて、抜けて歩いていくわけですね。とそのもう間にちょっとちっちゃいながら、もう裸足ですよ、裸足だから遅れがちなんだけど、遅れながら見るともう田んぼとかなんとかにもういっぱい人がこうね伏せてるんですよね。もうすでに多分亡くなっているかと思うんですけどね。でどん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 こう歩いていくうちにもう真っ白になって、煙の煙っていうか、まあ、白昼夢ですね。明るいけど前が何も見えない。でもだんだん歩いてくると、今度はすごい畳ぐらいのですね、こう火の粉がね、こう上から落ちてくるわけですよ。で母の姿も見えない、兄の姿も見えない。もう私はもう怖いとかなんとかっていうより、この火の粉からに、火の粉じゃないですよね、火柱ですよね。でそこから逃げようとするときに、私はちっちゃいからかがんだんですね。かがむとその火の下を行かれるわけです。でお母さんか、お母さん、お母さんって言ったら、ようやく母が見つかったんですけど、母もそこで動けなくなってるんです。なぜ動けないかっていうと、電信柱が全部落ちちゃって、そこに乳母車をのこうゴムじゃないですか、ゴムに鉄ですよね、乳母車の車もね。だからそれも焼け焦げちゃって動かないわけですよ。で私はもう熱い熱い熱いって素足ですから行って、乳母車に飛び乗ったら、ダメダメ、乳母車に乗ったら今でさえ動かないんだからって、まあ母とね、兄が一生懸命そこから外して、あんたダメダメって言って、そしてじゃあ靴下履きなさいって言って、兄の靴下を脱がせて、だってね、えらい8歳も違うのに靴下履いたんですよ。そうしたらブカブカじゃないですか。それでも足が熱くてピョンピョコピョンピョコ跳ねながら、また戻ってドブにつければいいと思って、ドブに足をつけたんですよ。そしたらドブの水がね、まあ、こうオクラがね並んでいるところに、ドブがこう側溝のようにあるわけですけど、もうそれも熱い。今オクラって言いましたけど、ね、当時は皆さんオクラに住んでいる方もいたし、自分の家があってもオクラっていうのがありましたから、私たちはその親戚のオクラを目指してたんですけど、ずっとオクラがあって側溝があるから、そのオクラが焼けて中でブスってたのがバーンと倒れて火柱が飛んでくる。で私はその足をつけては熱い、もう泣きながら泣きながら泣きながら、もう必死になって、まあ母を追いながら歩いていったんですね。でもこの時に私は運命的に、私に一つの人間って何だろうって思っていましたよね。あのおじさんたちは何やってんだろう、大人たちは何やってんだろうと思っていたんですが、もう暑くて暑くて、もうね、もう死ぬとか生きるとかじゃなくて、もう歩くのがようやくの時に、私はある大人のおばさんたちに救われたわけなんです。でこれがまた私の、まあ、現在とは違います。人間ってこんな時でも人を助ける、そういう人がいるんだ。まあ私はこれもまたね、話していると涙が出てきてしまいますので、次回にお伝えしたいと思います。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。